はいどうも、赤崎廉歌です。今回も FIFA23 監督キャリアモードをやっていきます。前回、リーグ戦でワトフォード、そしてシェフィールドと優勝争いをする2チームとの連戦を制したアーネオトシティ。残り3試合を残して現在首位に立っています。ただ2位のシェフィールドとは勝ち点差が2、3位のノリッチとは1試合消化がこちらが多い状態で勝ち点差が4と、まだまだどうなるかわからない状況となっています。そして今回ですが FA カップの準決勝リバプール戦をまずやります。その後5月に残りのリーグ戦3試合があるんですが、とりあえずは3日のサンダーランド戦まではやろうかな。もしかしたらここに勝って2位以内確定するかもしれないので、とりあえずはここまで進めていきます。では日程が来ましたのでやっていきましょう。 FA カップの準決勝、相手はリバプール。いやすごいメンバーだな。ゴールキーパーアリソンで、センターバックがアラウーホとラポルトですね。でサイドバックはアーノルドとロバートソン、で中盤がコケ、チアゴ、ジエリンスキーで、3トップがサラとルイス・ディアスで、トップにヌネスです。えぐいメンツ。対するアネオトシティはいつものメンバー、まあ、能力的にはかなり差があるんですが、なんとかいい試合に持っていきたい。さあやってきました FA カップの準決勝、ウェンブリースタジアムでの試合ですね。さあ相手はリバプール。いやできればブレントフォードとやりたかったけども、さすがに回避できなかった。まあ、チェルシーとどっちがいいかと言われれば微妙なところ、まあ、リバプールとはかなり差があるんですけども、なんとか食らいついていきたい。シモーズ頑張ってくれよ。さあサイドワグナーへ。ワグナー中ドリブル入っていって、サイドブッシェ。さあクロス上げる、ニアヘディング、あーキーパーキャッチ、アリソン。さあ縦パスからサイドワグナーへ、マイナスシュートコース、いやー爪が速い。ワグナー、ここでサイドアーノルド剥がす、縦パスシモンズ通る、ちょっと厳しいか、下げてシュートは打てない。さあサラーワンタッチ抜ける、まずい、ナイス、内側で止めた。まあ、ショートコーナー、サラ下げる、あっとここサラナイス、あっと抜けた、ここも内側が止めた。いや球際強いな。さあ縦パス、いやここワンタッチ抜ける、あんまり飛び出すな飛び出すな、奪えない、抜けるシュート、オフサイドはない。ヌネス、マジか。今のオフサイドないのか。リプレイ、いや、ギリギリのタイミング。ダイレクトで打たれた。いや、パス回しが速い。まあ、ワグナー、ブシェ。さあ、スイッチして。ここで、シモンズボレー、サイドだよね。プレース、チアゴ取れないよね、中使われる、いやー振られたな。ブシェ、アーノルド、ハイパースで行きたくない、あーここはアドバンテージ、いやボール触れないな、オフサイドはない。ハイパースナイスカット。さあブシェカウンター持ってけ、シモンズへ、シモンズ縦抜けるか、さあ抜けた、シモンズ、シモンズ、シモンズ決めた、抜けたシモンズ。さあ同点追いついた。いや今のカウンター綺麗に決まったな、ナイスゴール。リプレー、さすがのアリソンもこのタイミングだと打たれたら厳しいね、前行けなかった、もう一歩多分ドリブルしたらアリソンにやられてた。相手縦パス裏、いやついていけない、引き出す、引き出す、いやここ取れないか、こぼれる、ヌネス、
ヌネスターンして、ここはしっかり対応して立て、あーここでカットされちゃいけない、これはオフサイドだよね。ない、あぶねえ、ないのか。さあショートコーナー多いな、対応してここは駆け引っかったが、いやー対応されたか。シュートを出すな、シュートを出すな、ナイスカット、クリアリー、はっきりクリアしよう。いやー届かん、中途半端、縦パス生かすな、いやーうまい、シュート、うわっ、ね、サラー、いやこのシュート全部また下抜けていった、触ってないね藤原。前半の試合データ見ていきましょう。1-1で折り返し、いやだいぶ押し込まれたな、パスが全然繋がらない、もう102本もパス繋がれてんの、やばすぎる。よく1点で抑えた。後半も粘り強く戦っていこう。さあロバットン、ここは中使う、サイド、ここは相手ミス。さあチャンス、ジラルド、パス出して、もう一度ジラルド、抜けるか、ちょっと厳しいか、ロバートソン早い、ただここは勝負、いやーアリソン言われて、守備ピータス、プレスバック、ちょっとバラバラしてる、ポケからヌネス、ここはカットした。さあサイド出してブシェ、ワンタッチ、クズマ、さあブシェに渡る、ブシェクロス、ニアーボレーシュート、いやいいクロスだったけども、もう完全にニア締めてたな、アリソン。さすが。コーナーキック。パイコ。いいボール、飛び込んでこい。いや、厳しいか。もう一度、言われて、クロス上げる。ジラルドには届かない。まずこれ、セカンド誰もいない。戻れ。守備。斜めのパスクル。グズマン、プレスバックしろ。サイド出す。アレクサンダー・ノルド。戻させろ、いやー前向くね、サイド生かすな、サイド生かすな、切り返し、いやーここ抜かれる、まずい、サラうまい、マジか、そこでショートパス出す、ヌネス2ゴール、今のはショート打ちと思ったな、いや決定力が違う。リプレイ、いやーアーノルドに粘られたな、ここスルーからのパス、オフサイド取れない。さあデュアルテ、シモンズ、ここでブシェ、さあここアーノルド良くないディフェンス、さあここ通るか、やっと、アリソン、さすがのプレス。さあワンタッチは、あーここずれるか、もったいない、戻れ、カウンター、ナイスカット、さあチャンス、シモンズ振り向いてシュート、決めた、オフサイドない、追いついたシモンズ、2ゴール、いやエースが2得点ずつ、すごい試合になってきた。リプレイ、いやここ相手のミスからターンしてシモンズしっかり決めた。さあダニオールも、ここで奪えないか、さあ奪いか、いや強いヌネス、サイド生かすな、サイド生かすな、中、いや相手数的優位作ってんだよな、うまい、あっと早い、マジで、ちょ待て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 、それはないだろう、チアゴスピードありすぎる、マジでか、こんな速いってこの選手。リプレイ、いやドリブルしてくると思わなかった、一歩踏み込んでそのまま打たれたか、カイパス対応できなかった、これは厳しい。さあデュアルテ、さあここでシモンズに渡る、シモンズチャンス、シモンズ決めた、さああっという間に追いついた、ハットトリック、シモンズ、ちょっと今のリバプールの守備お粗末すぎんか。リプレイ、なんでここシモンズ空いた、ラポルトとアラウージョだよね、よくないね、アーノルドの絞りも遅いし、これはリバプールらしくない、クロップもかなり怒ってるね、これは。さあサイドのルイス・ディアス、
タビカスだ。いや、うまい。なんだそのフリック。いやー、厳しい。シルバー行きたくない。ノーファールで。締めろ、締めろ。ディフェンス、ディフェンス。いやー、空いてるな。縦パス、まずい。いや、これはうますぎるだろう。4失点。サラー。ここは確実に決めてくるなぁ。いやーもうシュート打たれたら全部決まる。っていうか、柵をすり抜けてんだけど、大丈夫？リプレーン。いや、この細かいパスついていけないなぁ。いやーカイパースの立ち位置良くなかった。これはキーパーどうしようもない。いやーアウトサイドかよ。うますぎ。そこのコース普通打たんぞ。交代使うか。ブシェに変えてブルタード。あっとトラップが良くない。まずピータス、それは良くない。カウンター、アダマトラオレ。はやはや、うわっ、うめえ。何今のシュート。さあ大きく展開。ディアス中、縦パス通る。ヒール、ちょい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 、待て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 、これはまずい。しっかり対応して、ナイス。さあアディショナルタイム、ここも繋いでいけ。ワグナー、ワグナードリブル、ちょっと厳しいか。中、さあサイド、フルタード、フルタード、フルタード。いやーここでブロック、まだある。諦めるな。ドゥアルテ下げて、シモンズ、さあシモンズ、シモンズ、シモンズ、決めた。追いついた。ラストプレーか。4対4。シモズ4ゴールか。半端ねえ。すげえゴール決めた。まだ分からんぞこの試合。リプレイ。いやよく粘った。ここフィジカル強かったシモズ。そして左足逆ついたね。これはクロップ今日何回怒ってる。さあ追いついて、ここでこれは延長だな多分。いやーよくこの土壇場で追いついた。さあ延長戦です。ヌネス交代したな。さあ縦パス通る、トラオレ。うわっとピータス裏取られた。行かせんだピアス。いやうまい、ナイスカット。ここはしっかり粘ってマイボールにしよう。さあワグナー立って、フルタード、シモンズに渡る。さあシモンズチャンス。えーっとここもたついた。シモンズ持っていく、持っていく、まずい。ワンタッチ、打たすだ、打たすだ、ナイス。藤原よく止めた。コーナーキック。いやここはしっかり競って。さあジラルド先に追いついた。ここで延長前半終了。さあ延長後半スタート。 PK でもいいんだけども勝てるかこれ。さあ中央チアゴ、ボール持つ、ワンタッチ。あんまりセンターバック飛び出すな。一回ブロック組んで、中固めろ、中固めろ。チアゴ奪えない、立っていく。生かすな、生かすな。ショートパスつなぐ、浮きパス、シルバー。ここはクリア、ナイス。カイパースよく当てた。ショートコーナー、ショートか、嫌だな。ジラルドしっかり対応して縦行かすな。ここは奪えるか、奪ってコーナー。2本連続やらせんな。ニアサイド、ここ、こぼれたが、ナイスカイパース。さあ3本連続、次はショート。行かせんな、行かせんな。あっとうまい、ここで奪いたい。さあ出さないように、あっと奪われて、キーパー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 、ナイス。あっぶね。さあカウンター、縦、ワグナー、ワグナーちょっと下げて、いやうまい、取られた。守備、ここでの1点は C。やらせんな。カイパース、ナイス高さ。さあ、デュアルテ。シモンズへ。シモンズ。シモンズ。今入って体入れてくる。
さあ、いて一気にフィード。いや、まずいこれ通るか。止めろ、止まらん。トラオレ。あっと、味方同士かぶった。ナイス、藤原よく止めた。いや、絶対絶命、チアゴとフリー。ナイス、藤原。さあ、いてショートコーナー。やらせんな。チラルド、よく足当てた。セカンド、パス入れさすな、パス入れさすな。抜けてくるか、シュート、ナイス、よく止めた。一旦ちょっと交代見よう。さあ、 PK 戦になりそうなので、そこを考えていこう。ジラルド51か PK、 モントーヤが57、伊藤が60か。伊藤出すか。でドゥアルテが PK49 であればモントーヤだな。あとは PK うまそうなのいないので、交代はこれにしよう。さあ、コーナーキック、ここで失点したら多分負け。死ぬ気で守れ、モントーヤ。ナイス、スローイン、スローイン。ここ、いや、抜けてきた、うまい。ナイスブロック、守備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 。シュート落とすな、シュート落とすな、シュート落とすな。うますぎる、ナイス藤原。まだある、きつい。コーナーキック、ここで失点したくない。ラストプレー、いや、サイドヘディング、ここは弾いて。さあ、ラストプレー、守備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 。抜けるか、 PK だけはやめて。いや、ここで抜けた。うわー、決勝ってオフサイドか、あっぶねー。さあ、90分終了、 PK 戦です。いや、ここまで来ると思わなかった。頑張ろう。さあ、 PK の順番だけどどうしようかな。1本目モントーヤ、そして伊藤、シルバ、ピータース、シモンズ、この順番でいこう。相手はチアゴ、トラオレ、ダニオルモで、これよくわかんないな。控えの選手、オドリオソラで、アレクサンダー・アーノルド。この試合絶対勝つぞ、頼んだぞ藤原。さあ、まずキッカーチアゴ。あ、逆か、うまい、パーレンか。さあ、モントーヤ、モントーヤ、逆、うまい。止めろ、トラオレ、トラオレ。いや、届かないか、読んでたけども。さあ、伊藤、よし、逆。ダニオルも、あ、逆取られた。シルバー、シルバー、シルバー、よしよし、逆。4人目、ここで止めたい。ナイス藤原、止めた。さあ、ピータース、ここ重要、絶対決めろ。よかった、踊り恐ら。藤原止めた。さあ、ラスト、シモズ、決めれば勝ち、決勝進出。頼むぞー、シモンズ、シモンズ、決めろー、決めたー、勝ったー、リバプールに勝利、決勝進出。いや、奇跡が起きた、まさかまさかの大番狂わせ。 PK でリバプールを下して決勝。いやー、しびれる試合だった。こんなことあるんだね、奇跡が起きた。ラストのシモンズの PK 完璧、これはありそう、動けない。うーん、惚れ惚れするこのキック、緊張した。試合データ見ていきましょう。結果は4対4、 PK 戦の末姉落とし勝利。いや、マジで手震えてる、すごい試合だった。相手シュート15、こっち9、完全に相手に試合支配されたけども、シーモンズががっつり決めて打ち合いを制したね。個人スタッツ見ていきましょう、うん、ディフェンス陣全員7点台、そしてシモンズが4点取ったのに8.2、ちょっと低すぎないか、
ひどすぎる。どう考えてもマン・オブ・ザ・マッチだろう。マン・オブ・ザ・マッチはサラーか。まあ1ゴール3アシストか。まあ納得ではある。まあただアリソンから4点取ったのはでかかったな。あとアーノルドの守備はやっぱり微妙だね。オーバー90あるけども。でセンターバックもアラウホとラポルト、もう少しレベル高いセンターバックいたら4点も取れなかったかな。運が良かった。さあ準決勝の結果ですが、チェルシーが勝ってますね。まあそりゃそうか、3対1。そしてアネオトシティがリバプールを下して決勝進出ということで、決勝戦はチェルシーとです。奇跡の優勝なるか、いやー楽しみだ。さあ FA カップ決勝進出したので日程変わりましたね。もともとリーグの最終戦だった17日のカーディフとの試合が後ろにずれ込んで、そこにチェルシーとの試合が入ってきました。ということでこの後のサンダーランドとの試合まではやるかな。とりあえずそこまで日程進めましょう。さあサンダーランド戦の当日やってきました。アネオトシティ1試合消化少ない状態で勝ち点91、首位ですね。ノリッチはこれ勝ったのかな、多分ノリッチが直近の試合で勝って勝ち点が90で差が1で、シェフィールド負けましたね。勝ち点89のまま。そしてワトフォードは勝っていて87。アネオトシティ残り3試合でマックス勝ち点が100で、ノリッチが96で、シェフィールドは95か。なのであと3試合のうち2試合勝てば優勝ですね。いやーここは気を引き締めて頑張っていこう。ではリーグ戦やっていきましょう。相手はサンダーランド、おそらく残留争いしてるチームだと思います。5バック、そしてアネオトシティは若干メンバーを入れ替えてます。ドラゴビッチ、ペレス、そしてベルナルディ、ジェンキンス、この辺の控え組も使っています。まあ、ここで勝ち点3取ればかなり大きいのでしっかりと戦っていきましょう。さあやってきましたリーグ戦です。残り3試合。まあ、FA カップではリバプール相手に奇跡の勝利を遂げたアネオトシティ、リーグ優勝も狙っているので2冠達成するためには、まあ、2冠と言っていいのか分かんないけども、この試合で勝ち点3が欲しい。さあ相手ロングボール、これはオフサイドでしょう。ないのか、まずいオフサイドない、打たせんな、ヒール、うわー流して、マジでさっきのオフサイドないの、先に点取られたか、油断した。守備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 、ここで1点はやりたくない。ベルナルディあんまり出るな。さあ相手ここフリー、いやーこれシュート、前半アディショナルタイムで追加点、厳しいな。後半巻き返さんと。さあサイド出してブシェ、ブシェ裏、さあシモンズが走り出す、さあシモンズ決めた、さすがのシモンズ、よし1点返したぞ。早い時間帯、まだまだ急げ急げ。コーナーキック、さあシモンズに合うか、シモンズ決めた、追いついた、シモンズ大爆発、2試合で6得点、やべえな。さあ逆転するぞ。もう一度、ここは縦パス通った通った、いや決まらない、シモンズ、いや通ると思わんかったな今の。言われて、さあサイド上がってきたローです、クロスボールプッシュ、いやいけないか、セカンド拾え、ここシモンズ、えここで終了、なんで最後打てたじゃん。ドロー、勝ち点1、痛すぎる。さあ試合直後ですが、他のクラブも消化してるのか、シェフィールドが残り1試合で92で、ノリッチも残り1試合で91かで、アネオトシティは残り2試合で勝ち点92、次勝てばほぼほぼ優勝だな。次はブラックバーンか、いやーノリッチが勝ち点落としたね。ということで次回は今シーズン残り3試合、リーグ戦が2試合と FA カップの決勝、いやーどうなるかわからない、非常に楽しみ。
では今回の動画以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。まさかリバプールで勝てると思わんかった。君の存在は僕にとって